こんにちは、紀ノ国屋書店夢タウン奥多摩店の池田です。この動画は私池田が個人的に気になった方をお招きして、本の魅力を語ってもらう企画ドクトーク、今日は第2回目でございます。今日はですね、昨年こちら目の見えない白鳥さんとアートを見に行くの、を刊行された著者の川内有代さんにお越しいただいております。早速お呼びしてみましょう。川内さん、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずはじめにですね、ちょっとまだ読まれてない方もいらっしゃると思いますので、簡単なあらすじを動画でご紹介したいと思います。こちらをご覧ください。はい、というわけで、川内さん、早速お話を聞かせてもらいたいなと思うんですけれども、まず私最初ですね、この本版元の集英社インターナショナルさんからゲラをいただいて読ませてもらったんですけど、この目の見えない白鳥さんとアートを見に行くっていうこのタイトルがすごくいいなと思って、ありがとうございます。いいなと同時に、なんかちょっと何だこれ、どういうことだみたいな感じに最初思ったんですけれども、まずこの白鳥さんっていう方はね、全盲の目の見えない方なんですけど、その方とアートを見に行くという活動を始められたその出会いとかきっかけとか、そのあたりのことからちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか。2019年の1月ぐらいだったと思うんですけど、はい、昔からの20年来の友達で、美術館で働いてる友達がいて、はい、で白鳥さんっていう人がいて、その人は目が見えないんだけど、はい、美術館に行くのがすごい好きで、一緒に作品を見ると楽しいよみたいに、一緒に行かないみたいに誘われて、はい、それで行ったのが最初です。で、ね、丸の内の三菱一号館美術館っていう美術館でフィリップスコレクション展っていうのを見に行って、でもその時は白鳥さんがどうやってアートを見るのかっていうのは全然想像がついてなくって、うん、なんか触ったりするのかなとか、うん、いろいろあれって電車に乗りながら思った時に、なんだろうなんだろうって思って、それぐらい予備知識がほとんどないままに行って、はい、行ったら、はい、マイティと白鳥さんがなんか絵の前でなんかちょっと立ち止まって喋っていて、はい、で、あ、そうか、この人はそう耳で見る人なんだなって、うん、要するに言葉で、一緒にいる人の言葉で鑑賞するっていう人なんだなっていうのがその時初めて分かって、うん、じゃあ私も目の前にあるものをじゃあ説明しますっていうことで始まったのが最初ですね。はいはいはい、うん、そのあたりのことが多分まさに本の最初で書かれてるところかと思うんですけど、うん、もういきなりあれですよね、その練習って言ったらあれですけど、いきなりじゃあ教えてくださいみたいなとこから始まるじゃないですか、うんうんうん、いきなり何を言ったらいいんだろうとかって最初、うん、もうあんまりにわけわからないと思うんですけど、ね、ああそうですね、でも意外とスッと入っていけて、ああそうですね、うん、あそうなんだなって分かったら、目の前に絵をあるものを言葉で描写していけばいいんだなっていうのが分かったので、うん、犬を抱く女っていう作品だったんですけど、はいはい、女性が一人いて犬を抱いていて、犬の後頭部をすごいじっと見ています、なんか
そういう飲みがたかってるのを見つけてるのかなみたいな、うん、なんか自分が思ったままにあの話したら、え、そうなのみたいな感じで白鳥さんがうんうんって言ってくれて、うん、それでなんか結構すぐに弾みがついていろいろ話し始めてっていう感じで、うんうんうん、あ、面白かったのはその川内さんのご友人のマイティさんと一緒に行かれて、うんうん、川内さんとマイティさんはもう目が 見えるから情報を伝えるお二人なんですけど、うんうん、二人とも見えてるのに同じ絵を見てるのにこう感想が違ったりとか、なんかそうなんですよね、さっきの犬を抱く女で言ったら、うん、片方はこうちょっと暗い絵に見えてるのに片方は温かみを感じる絵だったりっていうのが、うん、とてもあこういうことかと思ったんですけど、そうなんですよね、一緒にあの見てる人の印象も全然違うんだなっていう、普段、うん、あのそういう話あんまりしないじゃないですか、よっぽど印象的なものだったら、あの話したりするのかもしれないけれども、普段私たちはわざわざ一個一個の絵についてどう思う、どんな印象とかって言わないですよね。だから初めてあれ白鳥さんがいることで、はい、あ、マイティはこういう風に絵を見てるんだなとか、注目してるのここだったんだなとか、私全然違うとこ注目してたわって、私が結構好きな感じの絵があって、ボナールのすごいふわーっとして夢の中にいるような絵だったんですけど、うん、あ、なんかこの中に行きたいなって言ったマイティがそうかみたいに言って、いや私なんか気持ち悪いわこの絵みたいに言って、え、なんでなんでみたいな、そういうなんかやり取りもすごい楽しかったんですよね。はいはいはい、1日終えて、あ、なんかすごい楽しい1日だったなって、なんかもっとこれを続けたいなっていうのもあったし、白鳥さん自身はどういう人だったのかっていうのがあのちょっと最初は分からなかったんですけど、はいはい、なんか、あ、この人ともうちょっといろいろ出かけたりしてみたいなっていうなんか予感が、いい予感があって、うん、はいはい、それでまたあの見に行きましょうって言って、それはあの仕事とかじゃなくって、あの普通に、あのプライベートっていうかなんていうんですかね、はいはい、趣味として一緒に見に行きましょうっていう意味だったんですけど、うん、これそもそもごめんなさい、一緒に見に行く段階で 本を書こうっていうのは特に決められずに、いや、全く思ってないです、もちろん。そうなんですね、うん、もちろんそんなこと全く考えずに、あ、楽しかったなっていう、はいはい、でも何回か見るうちに、はい、あんまり白鳥さんってすごい面白い人だし、はい、でも白鳥さんについて書かれたものとかもほとんどなくって、ネット上とかにも全くなくって、うん、こんなに面白い活動をもう20年ぐらいやってて、あのしてる人がいるのに、あ、誰も書かないなんてすごいもったいないし、うん、あの書きたいなっていう気持ちがだんだん出てきて、なるほど、はい、はいはい、うん、なるほど。これいろんな作品見に行く中でも、まあ、絵画だったり、うん、時には仏像だったり、はい、時にはなんかこう棺桶に入って、ね、寝たりとか、なんか、はい、変わった後もいろいろ見に行かれてて、そこも面白かったんですけど、一番印象に残ってるものってありますか？一番とかいうのはすごい難しいんですよね、はい、なんか白鳥さんと話したあの見た作品って本当に何結構何もかもがすごく印象に残るんですよね。うーん、あのやっぱり言葉にして体験として見ていくじゃないですか。ただ見てスーッと素通りして自分の印象を眺めていくのと違うので、うん、うん、なんか結構全部強烈な印象が残って、仏像はでも面白かったですね、うん、奈良で結構大勢の人とワークショップみたいな感じで、はいはい、7、8 人の人と一緒に見に行ったので、うん、なんか出てくるなんか発想が自分にはない発想ばっかりだったりとか、うん、なんか自分では見つけられないものを、あ、ここに目があるんじゃないですかとか言って、わ、本当だみたいな、うん、そういうなんか結構体験的にスリリングな体験で、自分のなんか見る能力を超えた能力をなんかみんなが寄せ集めたみたいな感じがあって、うん、体験として印象に残ったのはそうですね、奈良の仏像ですね、はい、あとは、うん、その夢の家っていうあの新潟の越後妻有にある、はい、あのマリーナ・アブラモビッチの作品があるんですけど、そこは一泊できる世にも珍しいアート作品なんですよね、うん、一晩4人限定で泊まることができるっていう、はい、
その時ちょうどコロナ禍の1年目で結構美術館自体がすごい閉じてたり行けないっていう時期がすごい長く続いてたので、なんか私たちの中で見たい、何かを見たいっていう渇望がすごい高まってて、なんか新潟まで来れたっていうだけでもすごい感動、はい、夢の家自体も大好きな作品で、はい、そこに一緒に来れたっていうだけでもなんか胸がいっぱいで、とても幸せな2日間でした。なんですね、やっぱり言葉にするしてアート作品を 見ていくってことは、なんかやっぱり1人よりも2人、2人よりも3人とかの方がいろんな意見が出てきて、こう見に行った時の面白さみたいなのはありますか？必ずしもじゃないんですよね。そうなんですね。そうですね、その時その時のやっぱりメンバーによって大きく変わるんですよね。人数が多ければうまくいくのかっていうと、そんなこともなく、はい、そんなことは全然ないと思います。なんかやっぱり一番その作品と自分たちがうまく対峙できる雰囲気とか話し方とか、そのみんなのなんか何かがうまくいった時にやっぱり何かが立ち上がってくるっていうか、だからそんなに盛り上がらないで終わる時もたくさんあるんですよ。もちろんなんかなんだろう、よく分かんなかったねとか、みたいに、そういうのはなんかあんまり本の中に出てこないので、いつも盛り上がってるように感じるかもしれないんですけど、この本に出てこないなんかたくさんの別に素通りしてった作品もあったりするので、なんかやっぱりほら飲み会とかでもそうですよね。なんか人数が多ければ盛り上がるか、そんなことなんか意外と誰ともちゃんと話せなかったなみたいな飲み会もあったりする、少人数で3人ぐらいでゆっくり話せた時すごい満足だったりとかするので、なんか一概にも言えないっていうのは、やっぱそれが人間が集まる面白さなんじゃないでしょうか。白鳥さんはこう目が見えないので、それこう川内さんだったりお友達の方にいろいろ教えてもらいながら美術を鑑賞するというスタイルですけど、白鳥さんが私面白いなと思ったのは、この何でしょう、それこそいろんな意見が出てきてどんどんこう頭の中でわけのわからないことになっていく、そのわからなさを楽しんでいるみたいなところがとてもあるなと思ってですね、なんかそこになんかこうちょっと話を大きくすると、ダイバーシティ、多様性の何かこうヒントになるようなものがそこにはあるのかなと思いながら読んだんですが、はい、そうですね、なんかまあ、先ほど教えてもらいながらっておっしゃったんですけど、なんか全て教えてもらうとかあげるとかいうやっぱり関係を超えていかないといけないんですよね。だから非常に私たちはフラットな関係だと思うんです、白鳥さんから教えてもらうこともたくさんあり、まあ、私たちが教えることもあるのかもしれないし、でもなんか一緒にいることで常に何かを刺激したり学び合えたりするんですよね、そこはだから目が見える見えないがある瞬間にもはや関係なくなっていて、ただ一緒にいて面白いからいろいろ話したり考えたり旅行したり、はい、そこそこ楽しいから、はい、こう一緒に行くっていうところまで行っちゃえば、もはや、なんかダイバーシティとかいう言葉すらもういらなくって、別にただ友達同士が一緒にいるっていう、なんかその異なる他者を受け入れることに抵抗があるっていうのは、多分 人類のなんかね、敵と戦ったり陣地を守ったりしながら家族とかいる、その人類のもう遺伝子の中にもしかして組み込まれているのかもしれないんですけれども、でもいろんな経験、それぞれの経験とか知識でそれは、超えていけるものだと思うんですよね、別に他者を攻撃しなくても私たち生きていけるんじゃないかって、まずそう信じるところから始まるのかなと思って、だから、そうまだダイバーシティ、インクルージョンとかって言ってるうちはまだ壁がいっぱいあるというか、そういうの言わないくなったら本当だなと思います。なるほどですね。なんかこう
少しずつこの白鳥さんと川内さんの、ね、それこそ距離が縮まっていく様子も本の中でずっとこう時系列で書かれているので、うん、だんだん、まあ、最初はやっぱりまあ初対面っていうのももちろんありますけど、うん、だんだん聞きにくいこと、普段どうやって生活してるのかとか、うん、なんかそういう聞きにくいことにちょっとずつ踏み込んでいって、なんかこう、うん、お互いのプライベートも知って仲良くなっていくみたいな、うんうん、その過程がもう、まあ、人と人が仲良くなっていく、うん、普通のごく普通のか、あのね、あれなんですけど、うん、すごくいいなと思いながら読ませてもらいました。ありがとうございます、はい、なんか友情って、私なんかずっと自分でも気づかなかった友情ってすごくずっとテーマなんですよね。ずっと似たようなことを、はいはい、実は書いて書き続けていて、どの本でもそういう、うん、人と人 の違いを受け入れて、うんうん、はい、超えていくっていうのが常に自分の中の大きなテーマなので、なんか今まで書いた本と何も実は変わらないなっていう気がしてます。これ本は昨年の9月に刊行されて、いろいろ書評だったり SNS でも私結構見かけたりもしたんですけど、はい、最近結構それこそ SNS でよく読者の声がダイレクトに届いたりとかするかと思うんですが、うん、その後本が出てから結構反響などは川内さんのところにもありましたか？いろんな反応をいただいて、はい、まあ、本当に気に入ってくださる方も、なんか最近一昨日ぐらいだったかな、なんか1ページごとに最高が続いてますとか、はい、あと青山由美子さんだったかな、なんか、はい、パフォーマンス作品をなんか見たような気持ちになりましたとか、うん、なんかいい、なんかこう一つの体験をしたような気持ちになる、うんうん、みたいですね。読み終わった時に一緒にずっと旅をして一緒に作品を見て、うんうん、まあ、本の作り上なんかこう本の中に作品が結構ダイレクトに出てくる、ね、うんうん、のでこういうふうにこんな感じですね、出てくるので、はいはい、結構その会話を聞いて作品を見て、あ、なんか自分もこの作品を一緒に見れたみたいな気持ちになる人が多いみたい で、うんうん、でその一方で、はい、なんか美術館で会話をしていいのかっていう疑問にぶち当たる人もいるみたいで、はい、なんか会話、を美術館、自分は静かに、美術館っていうのは静かな場所であるべきだから、うん、その会話をするっていうことにどうしてもなんかこう賛同できないっていう意見もたまにあったりして、うん、そう、そう、でもそういう方、皆さんにいつも私は言ってるんですけれども、はい、それは本当に美術館とか作品によって違うんですよね、うん、美術館って一個のものでは、一個の概念でくくりきれないような多様性が美術館にもあって、はいはいはい、静かにして見るべき作品も当然あるし、うん、みんなでワイワイ見る方が楽しい作品もあるし、一人で見る人は一人で見ればいいし、うん、大勢で見たい人は大勢で見ればいいし、うん、なんかそういう個人のチョイスをなんていう、リスペクトできる社会っていうのが成熟した社会だと思うので、うんうん、私と違うからこれは受け入れられないじゃなくて、あ、こういう人もいるし、ああいう人もいる、こういう美術館もいるし、ああいう美術館もいる、うんうん、っていうことをまず受け入れてもらえるといいなっていうふうに思います。うん、なるほどですね、はい、うん、川内さんは今までもノンフィクション作品たくさん書かれて、はい、まして、はい、先ほどもちらっと上がって いつも川内さん自身のこうなんか等身大の川内さんの目線というかが書かれていて、うん、私そこの大ファンなんですけれどもなんかノンフィクションって書く上で、なんでしょう、ルールだったり川内さんのポリシーとか書き方みたいなものって何かあったりされますか？ポリシーっていうほどのものはあるかどうかなんですけれども、ね、ノンフィクションにも自分を出さず、はい、こう客観的に事実だけを積み重ねていって、うんうん、はい、こう冷静な筆致で書き進めていくっていうタイプの人もいれば、結構自分がドーンと前に出て、はい、旅したり冒険したりそれを書いていくっていう、こうエッセイとこう、ね、分かちがたいようなノンフィクションもあったりして、はい、そう、自分はどちらかっていうと後者タイプなのかなっていう、やっぱりそれしかなんか自分のがこう誠実になる方法がまだよくわからないっていうのはあるのかもしれないですね。私が私を
結局なんかノンフィクションって言っても自分っていうフィルターを通してあの言葉を生み出してるっていうのは、うん、あの変えられない事実としてあるので、私がどういう人物で、うん、どういう風な状態でこれを書いたのかっていうことを、うん、なんかその視点をやっぱり知ってもらいたいなんですよね。なんかそれによってなんかこう、うん、そうかこれはこういう人が書いた本なんだっていうのが分かる、セットで分かる方が、うん、なんか自分としてはいいんじゃないかなっていう、うん、なるほどいつか違うものに調整するか分からないですけど、あ、なるほど、あ、それは楽しみです、はい、なかなか私もノンフィクション大好きでよく読むんですけど、うん、まあ、やっぱりちょっと書店だとですね、あの、うん、まあ、やっぱり売れ筋の小説だったりコミックとかと比べてやっぱりちょっと隅っこの方に追いやられてしまう分野だったりすることもあってですね、あの正直その どうしたら魅力をもっと伝えていけるか、私たち書店員も多分あの日々悩んでるところなんですが、うん、ノンフィクション作品のこう魅力って川内さんの思うものはありますか？そうですね、あの今おっしゃられた通り、私もいつも書店に行くたび心をあの痛めているんですけど、はい、すいません、いや、あ、こんな奥の方なんだとか、はい、こんな隅っこにしかないのかみたいな、あのどうやったらですよね、すごい私も悩んでることの一つで、やっぱり、はい、あのね、ノンフィクション作品はすごく面白いと思うんですよね。なんで読まれないのかっていうのは全く理解できなくって、あの、まあ、一つの魅力、私が思う魅力は、はい、やっぱり今を生きてる人たちが出てるっていうことですよね、うん、あの、そこを誰かが生み出したものではなくって、今現実にそこにいる人たちで、例えばあの前作の空行く巨人のに出てきたあの、まあ、西国京さんと志賀忠重さんっていう2人の面白い人物が出てくるんですけど、その人たちの物語っていうのは今も続いていて、福島に行けばそこを訪ねることができるんですよ。実際多くの方がそこを訪ねてきていらっしゃって、はい、あのその活動に参加したあのお話に行ったりとかしてるんですけど、やっぱりその現実社会の中で自分の新しいやっぱり扉を開くことができる、うん、でなんか例えば小説ってまたあの真逆だと思うんですよね、うん、あの自分の日常から少し離れて扉を閉じてその世界に没入する面白さっていうか、うん、あのそれで一時自分のこう身の回りのことを忘れてその物語世界を楽しむ、うん、あのノンフィクションはその本を閉じた後にもう自分の物語が始まるというかですね、うん、自分がじゃあこれの人についてもっと調べてみようとか、この人の、はい、あの出てるものをもっと見てみようとか、うん、あの白鳥さんも実際ワークショップをずっとやっていて、あのたくさん あの人があのワークショップに来てくれているっていうのもあって、うん、本を読んだ後にそういう今の自分を変える力が あの、うん、あると思うんですよね。自分自身、うん、書いてあの本人の私たちもそうだし、読んだ人たちもそれによって新しい自分を発見してあの行動に移すことができる、それがあの魅力じゃないかなと思います。 ありがとうございます。ノンフィクション作品、すみません、そもそもなんですけど、ノンフィクション作品ってどうやって本になる、うん、これ例えば企画から先ほどこれまあ趣味で始められたって活動って言われましたけど、企画から始まるものもあれば、なんとなくスタートしたり、なんとなくスタートですね、うん、なんとなくスタート、なんかその時点でまだ本になる保証とかはなかったりもする場合もあるわけですよね、うんうん、あ、そうですね、あ、はい、実際自分もどんな本になるのかっていうのは分からずに、うん、あのやり始めてると思うんですよね。あのそうじゃないも、はい、ノンフィクションももちろんあると思うんですよ、うん、なんかある程度このゴールの形が分かっていて、はい、それに沿ってこう取材を進めていく、この4箇所取材したら本になるなみたいな風に、うん、ただやっぱり生きてる人間の人たちとか社会自体がテーマだから、自分の予想つかないことが常に起こるので、そのまあ柔軟さを受け入れながらやっていくと、まあすごく時間がかかるっていうのは現実ですね、うんうんうん、私もなんかもうちょっと早く本になるのかなと思った途中でコロナ禍が起こって美術館に行けない時期がすごい続いて、はい、まあ、その時点で本を書こうって決めてたんですけど、これちょっとどうなるのかな、はい、もうはや分からないみたいに、結構半年ぐらい何も書けない時期もあったりして、そう、もうでも受け入れる以外ないですよね、うん、な
なるほど、うん、でもそんな中でこの本の場合はあの夢の家に行ったことで、はい、結構少し突破口っていうか、うん、新しいまた地平線が開けた感じがあって、うん、あなんか書けそうみたいな、うんうんうん、結構書けない書けないみたいに言ってる時期は多かったですね、うんうん、また小説と違ってね、あの現実なので当たり前ですけど、まだまだ多分物語は続いてると思うので、うんはい、白鳥さんもまた今日もどこかで多分美術館にいておられるかもしれないですし、うんうんま、そうですね、うん、この背景にあるあの始まりの美術館っていう猪苗代にある美術館で、この本の中にも出てくるんですけど、はい、結構白鳥さんはその後もこの一緒に行ったことがきっかけで白鳥さんの写真展が実現したりとか、はい、あの白鳥さん自身も猪苗代がすごい大好きになって何回も写真を撮りに行ったり、うん、ワークショップをやったり、うん、結構いろんなつながりができて、だから面白いのはそうやって、まあ、現実もどんどん変わってしまうっていうか、うんうん、白鳥さん自身もどんどん変わってもっと新しいこと始めてたりとか、うんうん、それが面白いですね、うんですね、はい、ありがとうございます。ところでちょっとですね、はい、質問が変わるんですけど、最近読んだ川内さんのですね、何かおすすめ本をちょっと一冊お聞きしたいんですけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、非常に話題になってる本なので、はい、って思いながらもこちらです。あ、これは東畑さんの本ですよね。東畑海人さんの何でも見つかる夜に心だけが見つからないを選びました。はい。はいはい、これは、心理学をテーマにしたエッセイになりますか？これはもうエッセイと言えるんでしょうか。あの東畑さんが、はい、まあ、そういう、カウンセリングをする中で、はい、心っていうのは捉えどころがないものだっていうので、実際にこれを読むと、うん、どう自分の心の状態をどういうふうに理解したらいいのかっていうカウンセリングを、うんうん、カウンセリングルームなんですよ、この本自体は。なるほど、うん、でカウンセリングを最後受けたかのよう な、はい、すごい素晴らしい、なんかこう感動と爽快感に満ち溢れた体験で、私なんかすごいこんな読書体験ちょっとなかなかないなと思って。あ、本当ですか。はい、あの一章一章読むごとに、はい、まあ、あのいろんなキーワードが出てくるんですけど、7つの補助線ってここに書いてあるんですけど、その心っていうものを理解するために補助線を引いていこうっていうことなんですよね。例えばなんか、はい、何だったっけな、馬とジョッキーっていう最初の方だったと思うんですけど、馬っていうのはなんか、衝動的な行動、なんか急にやりたくなってわーってなんかやっちゃったり、あ、自分夢に向かって突っ走るぞみたいな瞬間ってあるじゃないですか、はいはい、でジョッキーは逆で馬をなだめようとする、いや、やめとけやめとけ、そんなことしたら絶対失敗するぞみたいな、はいはい、なって、自分たちって確かにある日は突然馬が駆け出したと思ったら、ジョッキーがいきなり鞭打って、はい、あ、やっぱやめとこうみたいに、はいはい、やめとくって方がいいわみたいになったりしますけれども、うん、そういうのって、はい、あ、そうか、こういう心の動きだったんだなみたいな、その心の動きをあのいろんなテーマで教えてくれる、例えば働くこととか愛することとか、うんうん、あのそういう絵を一つ一つね紐解いてくれる素晴らしい本だと思いました。あ、難しいところも何もなくて、ただ読み進めていけば自分の心が、はいはい、のことが分かるっていう素晴らしい、あの本ですね。私もあの実は買ったはいいんですが、まだ読んでませんので、いや、あの読んでください。早速、はい、読みたいと思います。あ、買ったですね。かかったんですよ、うん、買ったんですけど、なかなか読めてなくて、うん、すぐ読もうと思いました。はい。ありがとうございました。こちらこそ。はい。うん、じゃあ、すいません、動画最後になりますが、あの、はい、この動画を見ている方にですね、もう一度目の見えない白鳥さんと後見に行く、何か、もし一言あればお願いします。はい、まあ、そうですね、その質問ちょっと忘れてた。なんか
難しい本ではないですね。で楽しい本だと思います。で読んでてちょっと旅していくような、遠くに遠くに旅したり自分の中に旅していくような、でアートっていうキーワードがあるんですけど、別にアートを知らなくても、結構そうツイッターの感想でアートが知らなくても読めましたみたいな方がいらっしゃるんですけど、もうまさにその通りで、何の知識もなくてもアートが好きじゃなくても全然読める本だと思うので、ぜひ気軽に読んでみてください。よろしくお願いします。はい、川内さん、今日はどうもお越しいただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。動画を最後までご視聴いただいてありがとうございます。ドクトークは今後も続けていきたいと思っていますので、ぜひ紀伊国屋書店チャンネル、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは川内さん、この辺で失礼いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。